都議会では各会派が小池知事に質問する代表質問が行われています。豊洲市場の追加対策工事の入札不調が続く中、都民ファーストの会との連携を解消した公明党は、知事が主導する入札制度改革の抜本的見直しを求めました。その模様を私有馬が取材してきました。今年最後の定例会が行われている都議会、今日は代表質問が行われます。各会派からの質問に小池知事はどのように答えるんでしょうか。注目の代表質問、開会を前に議会には傍聴券を求める都民らが集まりました。今日聞きに行こうと思われた理由はどんなところですか。豊洲関係のですね、ちょっとどうなるのかなというとですね、とりあえずオリンピックまでは専念していただいて、都政の方に専念していただきたいと思います。市場の関係者の方がご迷惑を被っているというようなことを、これから、都知事として小池百合子さんがどのようにさばいていくのか非常に関心を持っています。午後1時前です。まもなく開会となります。傍聴席も埋まり始めて緊張感が増してきています。最初に質問に立った都民ファーストの会の山内晃議員は、小池知事が肝煎りで進める入札制度改革について、知事が問題視してきた高い落札率の案件が減っていると評価しました。その上で、豊洲市場の入札不調が相次いでいる問題とは区別して考えるべきだとしました。制度設計にあたっては、制度の根幹となり大半のケースに適用する原則と、特別な例外的なケースに柔軟に対応する例外との両方が必要となります。個別特別な事例である豊洲の追加工事の入札不調をもって制度全体の原則を歪めることは不適切であると考えます。追加対策工事につきましては、適切な手続きを踏みながら速やかな契約締結に向けまして再発注を進めているところであります。7月末までに専門家会議の、確認も含めまして工事を完了させる方針でございます。知事が進める改革を共に前進させる考え方を示した都民ファーストの会と対照的だったのは、小池知事に是々非々の立場で臨む公明党です。これまでの知事の改革は成果が実感できないと厳しい批判を展開しました。政治は結果です。知事が進めてきた改革の成果を都民が実感できない中で、新たな改革を打ち出しても実績の裏付けと決着を伴わない政策は小毛となります。さらに立花議員は、入札改革について抜本的に見直すべきと畳みかけました。入札不調が続く現実に直面し、2020年を前にして多くの都民に都政全体の停滞という不安を弱気させています。入札契約制度改革については、都が先般打ち出した実施方針を抜本的に見直すべきと考えますが、知事に見解を求めます。これに対して小池知事は、改革は始まったばかりでありまして、契約制度には絶対的な唯一の答えはございませんが、こうした入札監視委員会におけます検証結果を踏まえ、合わせて業界団体の声もしっかりと聞かせていただきながら、より良い制度の構築に向けて取り組んでまいりたいと考えております。なおその他の質問につき、小池知事は改革は試行段階だとして引き続き理解を求めました。代表質問では小池知事の入札制度改革をめぐる多くの質問が出ていました。都議会で取材を続けている奥野記者と中継がつながっています。奥野さん、お願いします。はい、お伝えします。今もこちらでは代表質問が続けられている状態でして、今は自民党の質問が終わって休憩に入っている状態です。その自民党の質問では、鈴木昭弘議員が都が豊洲市場の一部の工事で入札を断念し、業者を都が選ぶ随意契約を検討していることを批判しました。かつて豊洲市場整備工事の契約で一社入札や匿名随意契約をあれだけ批判していた知事が、結局同じ道をたどることは誠に皮肉と言わざるを得ません。入札制度改革の失敗は明白で、その悪影響は都政全般に全体に広がりかねないことを申し述べておきます。
また鈴木議員は豊洲市場の地元江東区に足を運び、今後の見通しを丁寧に説明することを求めました。これに対して小池知事からは、入札制度改革についての言及はなく、江東区への説明は足を運ぶことも考えていくと述べるにとどめました。奥野さん、公明党に続き自民党も小池知事を厳しく批判したということなんですけども、議場の空気はいかがでしょうか。はい、そうですね、自民党からはそうだという声が多く聞かれた一方で、都民ファーストの会はその批判に反論するなど、その議場が一時騒然とするような場面も見受けられました。自民党が攻勢をさらに強めたことに加え、知事とのスタンスを是々非々としている公明党が厳しい態度で質問したことで、今後知事は慎重な舵取りが求められます。以上、中継でお伝えしました。